大盆栽祭りで何を買ったかっていうよく言う戦利品のご紹介というご挨拶をくれました。大盆栽祭り大勢の方来て終盤に来て こんにちは。はい、今日は5月7日の午後ということで、はい、まあ普通午前中だいたい収録多いんですけど、うん、大盆栽祭りのまだ疲れが取れないと。そうだね。全然足腰がね、痛くてということで、とりあえず午後ということにしたんですが、はい、今日は大盆栽祭りで何を買ったかっていうよく言う戦利品のご紹介というゆるい、はい、動画にまったりと聞いていただければと思いますので、はい、まずですね、私大体買うのはもう大体3日の日の朝一で、うん、はい、いいものを買うと思ったらそこで買わなければなくなっちゃうと、うん、それとちょうど Q さんともすれ違いましたけど5日の最後、いや最後ね、もう閉店間際に売れ残ったものを安く買おうという意地汚い根性で、うん、買い物をするんで大体その2通り、まあ、どんなものを買ったかっていうことなんですけども、1つ目がねこれの御用松ですけど、立派な、これはですね、まあ、いわゆる半券街という樹形としてはそんな珍しくないんですけど、まずこの、太さなんですね。だいたいこう根はこうなっててもだいたい細いようなものがたくさんあるんですけど、太いということと葉性がいいというところですね。枝も割と詰まってますよね。そうなんですよ。でこれはですね、ここには太い、まあ、抜いた枝があるんですね。ここは将来的にはシャリをですね、ここからこんな風にぐーっとこの辺から、うん、入れていってシャリ見せたいな。だからこれも出っ張ってますけどそっくり削っちゃうか、うん、まあ心拍みたいにこう飛び出しても面白いかと思うんですけど、シャリを作って、まあ、ここは普通にへこませると思うんですけど、こんなような作りをしていく。でこれはねやがて取っちゃうと思います。普通になってくなってきちゃう。だから普段私なんか作るときは差し枝みたいなやつこうやって用意してやるんですけど、ちょっと普段と違う作りにするんで、まあいずれでもできるだけこれだけの太さで短さがありますので、ギュッと凝縮した形のこんもりしたものを作りたいなと。次です。いや、じゃないと思います。次じゃないんだ。おそらく。あ、だから、さっき言ったようにこれは太らしてちっちゃく作ってるから、これだけ太くて短い。これはどちらでここに？これはこちらで。あ、こちらで。朝一。はい。当時の方で購入いたしました。高そうです。これが一番。高いです。これはですね、やばいね。やばい。で、私にしてはちょっと珍しいかなと思うんですけど、なかなかこれだけの、ね、足元の変化っていうのがなくて、これでも口臭やばいです。これで。てか葉性が、葉性がいいんですね。ね、ちっちゃい。そうなんですね。で、これは今の作業はもうとりあえず樹形作りっていうことで、やっぱりこちら側へ流れるような木になってきますので、こちら側をこう少し押さえていって小さくですね。ということであんまり若いうちは私はもう木作り中心にやっていくんで、花だとか実だとかっていうのも後回しにして、とりあえず、まあ、木作りですね。こんなことでやっていこうと。だから時期がどうのっていうのを無視してですね、とりあえず長い葉っぱを少し切っていくと。はい。これもいいお値段です。まあまあまあ、でもこれは安く、割と安かったですけど。これも登場園。そうです、そうです。これもですね、朝一は結構たくさんいいものありますので。そうですね。でこれは念願の去年私 4,5 本買ったんですけど、やっぱり山木なんですよ。でないんです、こういう商品の山木が。でシャリがやっぱこれだけ粘点してるっていうね。これはこう1本だけだったですね、山木。まあ、去年出した方がちょっと今回出してないのでですね。でこれは今作業としてはやっぱりちょっとね、フルッパが黄色くなってるのがあります。前9月頃にトヤが出るって話をしたことあるんですけど、今の時期5月前半から中旬に向けても少し黄色い葉っぱがあってですね、そういうのは整理していきます。こういうような葉っぱですね。実は午前中針金が結構食い込んでたんで針金外しをしました。それから、こういう熱みなんかもできますね。それと杉葉が出るんで11月以降の剪定がいいよっていう話をしたんですけど、肥料を特にあげなければ一応大丈夫です。こういう長いやつをですね。でこれ葉性が結構いいんでそのまま挿し木をしたいなと思ってます。おそらくこれは、まあ、木としては天然の木なんですけども、こういう糸魚川の心拍を継いだ木ですので、ちょっと継いだねところが非常に分かりづらいんで、これだから多分
さっき見てたんですけど、枝が3本あるんで、はい、ここでついで、ここがついで、で多分これかここに大元の枝があって、そこにこれをついてるんじゃないかとですね、これもね、という形で、今度実はちょっとこの追求の仕方をちょっと勉強してきますんで、ちょっと紹介できないと思うんですけど、かなり秘密の方法らしいんですけど、ちょっとやり方も、枝を継ぐ方法と幹を継ぐ方法があって、ちょっと幹を継ぐ方法を勉強してくる予定してますんで、いつか公開できる、公開できるようにですね、はい、はい、そんな風にして、これは作業していこうと思います。であとはですね、本当に安いもんです。いっちゃっていいのかな、これあけびなんですけど、3000円で出てました。おー、3000円、はい、でこれはね、初日始まって少し経ってからですかね、誰も買わないんで、まあ幹がね面白いですから、うん、ってことはこれも当時ね。そうそう。そうなんですよ。あとこれ長いんでね、僕が取っちゃってもいいかなって気がするんですけど、だからこれちょっと来年になって飽きたらまたお祭り出しちゃうし、まあ今3000円って言っちゃったから、あんまり1万円とか出すと怒られちゃう。忘れることも祈りましょう。ですけど、これも木造りで、ちょっといくつか選定しちゃいましたけど、あけびの話をしますと、三つ葉と五つ葉があるんですね。で盆栽の中では、比較的五つ葉がいいよって言われてます。はい、というふうに言われてます。疲れてますよね。大丈夫ですか。寒いですよね。今日半袖で来ちゃったから。半袖で、この雨でね、半袖すごいなと。寒そうだ、見てて寒そうだし、疲れてるし。お互い様で。で、あとはこれも大したことない。これは初日ね、結構遅くまで売られてました。若松でこういう変化のやつ、こういうのがね、800円と500円がありました。おお、安い、うん、でこんなものだったらなんとなくまだ6月に動画ができるかなということで、これもね、いろいろ畳み込んだり、この辺曲げて、うん、ちっちゃくできるし、赤松で6月のね、畳み込みできますんで、これも、まあ足元がこんな風になってるんで、ちょっとこの辺ダラッとしてますけど、ちょっとね、まあ灰色が悪いっていうのは、元気がない、多分肥料も何もあげてなかったと思うんですけど、そういう、なんていうかな、改作するには全然耐えられる元気さだと思うんで、ちょっとこの辺も機会があれば動画紹介を、はい、いうのが赤松日本ですね。これは Q さんも買ったやつ、はい、いや私ね、これ目をつけてて、ああいいやつだ。そういいやつだ。ヒロさんが避けてたんです。私がね、奥の方にいいやつ全部寄せといて、後で買いに行こうって言ってね、もう閉店間際の4時過ぎに、もう私のザラでは全部買っていこうと思ってたんで、うん、そしたらね、いいのがもうあれね、これいいやつ寄っといたやつですね。いいやつがこれこういうものですね。でもっとね、倍ぐらいあったんですけど、さすがにちょっと、はい、安くてもね、買えないなっていうものがあったんで、こんなのはいい方ですね。こんなやつとか、こんなやつとかですね。基本ね、二股で作って、そうですね、枝作りまではしてるって感じ。はいはい、そうですね。こういうのもね、太い細いがあっていいんですね。同じ太さで2本欲しいっていう人も結構いるんですけど、でもここはね、上手に作ってるやつで、ただ、去年の店の淵って言っちゃっていいのかな、購入して、ね、さばきしようとしたけど、足元をずっと幹がぐにゃっと回って全部なってるんで、これについてはもう全部取り木そうなってるはずなんで、6月に、取り木をする予定してます。なんで、8週連続取り木の動画をちょっと早く終わりますね。他のも入れて、他のもあっちも取り木、またこの取り木チャンネルになっちゃう。取り木チャンネルなんで、ね、畳み込みから、我慢できる方は8週連続同じ取り木の動画を6月から7月にかけてですね、8週連続で、もう時期外れてもやってるかもしれないですね、ということをやっていこうと、はい、であともう一つ、これは購入じゃなくて、ちょっと同じ取り木の話で、これは新白と一緒に植えられてた、もみじなんですけど、これを動画を出した後に、ゆうさんが盆栽大野さんに、ね、取材に行って、でその茜っていう種類の
紹介をされたと、はい、で Q さん思い出して私のところに LINE 来て、うん、ひるまさんのあれ明かりじゃないかっていうことで、うん、でそれまあそうかなと思いながらも、まあ、動画で一応2500円で売りますって言っちゃったんで、はいはい、2500円で出してて、はい、で1日2日と実は売れ残ってたんですけど、うん、そしたら結構小野さんにあった赤根も全部売れちゃって、そうな、初日に全部売れた、そうらしいですよね。だからまあ動画の影響も大きかったと思うんですけど、うん、赤根ないですかっていうお客さんが何名かいらっしゃって、はいはい、でこれおすすめ赤根かもしれませんよって言ったんですけど、ちょっと大きいなと、うん、でまあ売るからにはあんまりいい加減なこと言えないんで、大野さんにこれ担いでってですね持って行って、うん、見ていただいたらこれ赤根よと、うん、でなおかつこれだけの大きさでこんなちっちゃい葉っぱの小花のやつってないよよっていう話になったんで、うん、急に売るのがもったいなくなっちゃって、で2500円を4800円売れないようにと、まあ、下げてもよかったんですけど、というちょっと姑息なことをやりましてですね、でまあ売れ残ったということなんで、まあ、これについても6月入ったらですね、この辺で取引の動画をやろうかなと、そして正面が面白いかもしれないですね、それでねこっち頭に帰っていって、でやがてはこのちっちゃいところでこの辺を頭にしてですね、この辺でまた切っちゃって、結構面白い粘りもありますし、最終的にここで、ね、うん、そこれミニ盆栽作って5センチの、5センチ、そうですね、まあ枝こんなにありますからね、呼び継ぎもできそうじゃないですか、できそうですかね、うん、まあとりあえずはそうですね、こういうのがあるんで、うん、欲しいところはね、うん、枝をなんか通し継ぎっていうんですかね、はいはいはい、そういうのやってもできるかもしれないですし、ということでテレビ東京さん、映ってないですよ、多分ちょっと今、テレ東さんの取材が、テレ東さんの取材が以上以上ですね、はい、ということで、あ、ご挨拶遅れました、大盆栽祭り、大勢の方来て、おっそ終盤に来て本当にたくさんの方来ていただきまして、ね、ありがとうございました。で、お声掛けいただいて写真もいっぱい撮りましたし、握手も、握手はでも男性としてはしてません、握手はあとあれサイン求められてね、でちっちゃい子はね私と目を合わせ、なんか変な怖いおじさんだと思ったのか、サインボールペンと鍵持ってきて、うん、で漏れ止めた人見たし、嬉しいことにやっぱこの動画を見て盆栽を始めた、うん、今日初めて盆栽買うんですって言って、うんうん、日野さんサインくださいって、あの8人にね、うんうん、8人しましたよ、ね、8人しましたよね、しました、盆栽愛好家として8人マジックでなんかお絵かきしていいのかなっていうのがあったんですけど、うん、それがまたちょうどいいその白い長方鉢でね描きやすかったっていうのもあって、昼間ですと、で反対にちょうど Q さんもいたんでね、盆栽Q ですというね、サインをさせてもらってお渡ししたということもありました。まあ実もたくさんの方がね、来ていただいて、でいろんなお話しする中でそういう盆栽Q を見て盆栽を始められたという方と、それとねちょっと思ったのは、結構1分動画とかでお店の紹介もしましたよね、しましたね、で、そしたらおかげさまで売れたよっていうことで、うん、多分この盆栽Qって我々その始めたばかりの方がどういうふうに盆栽作っていいかわからないっていう、そういう方向けの動画をまあ主体にやりながらも、やっぱり大きい盆栽をもっとやってほしいっていう方もいましたし、それから業者さんの方がやっぱり盆栽Qに出て売れたと、やっぱり業界を潤うためにはね、仕事さんもそうですけど、やっぱりプロの方も潤っていただかなきゃいけないんで、まあそういうことにもちょっと貢献できてるかなっていうのはちょっと感じましたよね、はい、まあ今後も一生懸命動画をやろうといういいきっかけになりましたんで、いい気をもらいましたね、あそうですよね、気をもらえたんで、トータルで見ても一応皆さんね、うん、売り上げも良かったみたい、そうなんですよね、なので、そうです、まあ、ちょっと全部は聞いてないですけど、はいはい、ということで今後も盆栽Qをよろしくお願いしますという僕ずっと気になってたんですけど、はい、もう締めみたいな感じになってるじゃないですか、はいはい、8紹介してないもういろいろ忘れますよね。もう締めそうですね。そうもう全然やっぱり調子が出ないですね。はい。これはですね、これも初日にですね。あこれはね、実はこれいただき物です。いただき物。この木を買った時に一緒にいただいたものなんですけど、非常にこの鉢のね色もよくって、作家さんが多分こう見るんだと思うんですけどね。非常に足の作りもいい、色もいい、ね、下着もよく読めないんですけど、まあ、だからこういうのも名前をで買うんではなくて、いい鉢だ、まあ、これもらったもんですけど、後からこれは何かなっていうのは、また一つの楽しみじゃないですか、一つね。
ということで、これは、まあ、いただいた一つものですと、はい、それとこれはね3日目です、最終日、最終日、これはみんなね値段ついてたんです、これだけ値段がついてなかった、はい、で非常に古い鉢なんで、あいいなと思って見てて、で実は落款見てたらちょっといろいろと見えちゃったんですね、私お店の方はよくわかんないんだよねっていうことで、一応ちょっとお値段言えませんけど、言った値段が比較的安かったので購入したということで、で Q さんにもしかしたらこれ当たりかもよって、まあ園主の方に確認していただいたら、まあ、私的には平とか東とか喜ぶとかいう文字が見えたんですね、で書いてませんかって言ったけど、さすが浜野会長、ここで見るんだ、記事で見る、プロは楽観ってのもいくらでもごまかせるんで、私はここで見たけど本物だと。土目がえ東福寺言っちゃっていいのかでいいんじゃないですか、というもので、本名が清水喜三郎っていう、喜三郎っていうのは私も楽観見たことあったんで、うん、その喜ぶ昔難しい要素の木ですよね、ではっきり読めないんですけど、だから業者の方もよく分からなかったと思うんですけど、まあそういうこんなの偽物でいくらでも作れると、プロはここで見るんだよっていう、いわゆる登り窯の灰かぶりのこういう土目っていうんですかね、非常にねこの味のある古い、だから私は例えばこれが別に本物じゃなくてもやっぱり鉢で買うっていう、うん、それでいいと思うんですよね、そういうような買い方をして、まあたまたま当たったよと。もしだからそれが本物だったら安く買えた、まあ、今朝聞いていただいて聞いちゃったんで、なんでいくらで買ったっていうのも分かってるし、本物だったらいくらっていうのも分かってると思うんで、こういうお宝探しみたいなね、そうそういうのも楽しい、ね、楽しみだっていうことですよね、本当に。だからいわゆる鑑定のと一緒ですよね、たまたまってやつが一つの楽しみになるかどうか分かんないですけど ね、盆栽祭りでね、こういうこともたまたまあったというようなことですね、はい、ということで3日間お疲れ様でした、ありがとうございました、はい、また来年たくさん販売できるものをね、用意して、お安く皆さんに提供できるようにしたいと思いますので、はい、来年分のバッジもありますもんね大量に余ってます大量に余ってるし、15日にあと100個来ます完全なあれですね、作りすぎ作りすぎですね、はい、でも全国から結構ね、欲しいって言って来ていただいた方もいらっしゃったんで、ヒロさんのバッジ求めてみんな来てました、ね、いましたね、それはそれでありがたいなと思いますんで、はい、またフェスの時でもね、バッジはお触れしたいと思います、ちなみに100万さんはいらないはっきり言われて、ね、バッジはいらないってはっきり言われてはい、ということで以上よろしいですかね、はい、はい、どうもありがとうございました。おまけ Q さんの、はい、さっきも言いましたけど、ここの買ったの契約と、ああ契約ですね、じゃあ有料品ですね、はい、あこれは御用松、はい、2勝、これはあれですね、盆栽小野さんで売ってた那須御用でしたっけ、東御用です、そう言ってましたんで、で、はい、未勝ですよね、なかなか買えないんで、そうですよね、ない、はい、うん、これはどれも1000円ってことですよね。そうですね、全部1000円。全部1000円ですね。僕はね、最終日に買ってるんですよ。ああ、なるほど。1日目、2日目、回ったけど、忙しかったじゃないですか。はいはいはい、そうですね。撮影 も編集もあったし。そうですね。だから買えなかったんで。あ、そうか。そう。初日は帰ってやらなきゃいけないから。はいはい、だから3日目にしか買ってない。そうですね。かわいそうでしょ。あ、それで始まるんですね。そう。これ、大野さんの初日の動画で宣伝したのか。してました。2日目だっけ。宣伝したやつが3日目に売れ残ってたから、そうですよね、一層さんで有機書籍さんだと、うん、いうことで、一層さんは残念ながら亡くなられちゃったの で、もう土台がないよという話してたやつですよね、うん、もう世界に1個ですねの価値ですよね、ということですね、はい、有機書籍さんと、これも一層さん、はい、の珍しい、ああそうですね、サインが違うんですね、今の一層さん、あ本当だ、そう、これ古いやつで、そうでも綺麗じゃないですか、そうですよね、これ一層さんのお家の中に飾られてた色見本で置かれてたやつなんですよ、でそれを大野さんが買って、うんうん、で売ってたやつ、なるほど、レアはレアレアですね、落款が違うんですね、うん、あ素敵ですね、そう、可愛いなと思って、
以上です。以上です。全然買ってない。僕基本1万円以上の木なんてめったに買わ、めったにとか1回ぐらいしか買ったことないんで、はいはい、こういう楽しみ方もお金かけずできる。そうそうそう、そういうことですよね。ということです。はい、これだって将来ね、何万円とかってなっちゃうかもしれない。なりますよね。はいはい、こんなのだって、そうそうそう、5年も作りゃ1万円ぐらいいくんじゃないですか。いやいや、いくんじゃないですか。いつも欅は正直言うとちょっと高いの売れたんで、はいはい、ええ、だからかそういう楽しみ方ですね。全部1000円の木も、そうですね、万超えはしていく。そうですね、借りなきゃ、借りなければね、はい、まあ年数かかりますけどね、それもまた楽しみですよね、はい、ということで私の買ったものでした。はい、それでは来年また、来年またよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、また。